こんにちは。内定率 100% の就活塾、前高田宮武一です。今日の質問はこちらです。内定先に納得ができていないのですが、第二新卒でランクの高い企業に転職することは可能なのでしょうか。就職留年するか、とりあえず就職するかで迷っています。こちらに回答していきたいと思います。結論、不可能ではありませんが、かなり難しいです。内定先によっては就職留年した方が良いと思います。第二新卒に明確な定義はありませんが、大学卒業後に新卒で入社して社会人経験が 2,3 年未満の人を指していることが多いと思います。そして第二新卒でランクの高い企業に行くのは正直かなり難しいと思います。これには2つ理由があります。1つ目に、優良企業が第二新卒を採用する必要性がないからです。第二新卒を採用する目的としては、新卒採用の補完、つまり新卒採用が十分にできなかったことや景況感の影響、つまり景気が上向きになって採用が活発化した場合などが考えられます。ただ新卒採用が十分にできなかったということは、新卒で欲しい人材が取れなかった、条件の良くない会社が多いことが想定されます。確かに景気が上向きになって採用が活発化したのであれば、第二新卒を採用する企業も出てくるとは思いますが、数としてはそこまで多くないでしょう。企業としては新卒採用を増やすという選択肢もあるわけですから、新卒ではなくあえて第二新卒を採用する必要性は企業にとっては低いと言えます。2つ目に、第二新卒は人材としての魅力に欠けるからです。第二新卒の人材を新卒と比べると、メリットとしては社会人としてのマナーが身についていることがあると思います。多くの企業は入社後に研修を行いますので、そこで名刺の渡し方やメールの書き方、電話の取り方などの初歩のビジネスマナーを教わっていると思いますので、マナーも全くできていない新卒と比べたらそこはメリットかなというふうに思います。一方でデメリットとしては、経験が不足していること、早期退職の懸念というこの2つが大きなマイナスポイントとなります。まず新卒の場合はポテンシャル、つまり可能性を見るわけですが、第二新卒の場合はすでに働き始めているわけなので、ポテンシャルではなく実績をより重視して見るようになります。しかし新人で最初から実績を上げられる人はそうそういませんので、単純に経験不足、実績不足の若手という評価になってしまいます。また 2,3 年未満で最初の会社を退職するというのは、うちの会社で採用してもまたすぐに辞めてしまうのではないかという懸念を持たれることになります。ビジネスマナーは研修ですぐに教えればいいわけですから、メリットよりもデメリットが大きいという評価になりがちです。以上のことから、ランクの高い企業、つまり労働条件が良く人気の高い企業が新卒ではなくあえて第二新卒の採用を積極的に行う必要はなく、第二新卒は人材としての魅力に欠けるのが実態です。最初の 2,3 年ですごい実績を上げたとか、何らかのスキルを身につけたということであれば可能性はあるかと思いますが、現在4年生なのであれば、ポテンシャルを見てもらえる新卒採用で就活をやり直した方が良い企業に行ける確率は高いと思います。プロに就職留年の相談に乗ってほしいという方は、ぜひ一度概要欄からホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。